ルーク・ドナルドは、イングランド・ハートフォード・シャー州、ヘメル・ヘンプステッド出身のプロゴルファー。2004年のワールドカップゴルフで、ポール・ケイシーと組んだ優勝もある。世界ランキング自己最高位は1位。ルークは3人兄弟の末っ子として生まれ、長兄のクリス・ドナルドがキャディを務める。アマチュア時代は、ウォーカーカップで、欧州チームの2度の優勝に貢献した。彼は、イングランド出身であるが、 学生時代はアメリカのノースウェスタン大学に通い、オールアメリカンにも4度選出された。2001年11月のアメリカ PGA ツアークオリファイングスクールに合格し、2002年から PGA ツアーのメンバーになる。それ以来、アメリカツアーとヨーロッパツアーで活躍。2004年の EMC ワールドカップでは、ポール・ケーシーと組んで優勝を手にした。 イングランドチームの二人は4日間通算257ストロークで回り、2位のスペインチームに1打差をつけて優勝した。ライダーカップでは2004年2006年2010年2012年に欧州代表として出場した。2011年5月、欧州ツアーの PGA 選手権で優勝し、世界ランキング1位となった。イングランドの選手としては、ニック・ファルド、 リー・ウエストウッドに次いで3人目。また、この年には、史上初となる同一シーズンでの、欧州 PGA ツアーとアメリカ PGA ツアーの同時賞金王の快挙を成し遂げた。新日課であり、水野を使用している。2012年のダンロップフェニックストーナメントで、日本ツアー初優勝を飾り、翌年も優勝。史上4人目の大会連覇を達成した。 ありがとうございます。